Oh.
さあ、行こう。
一丁もんでやりますか。
エリコ、聞いてよ、エリカってば。あ、エリカ。うん、大丈夫。頭痛。エリカってば、お医者さんに無理を言って、難しい言葉はよくわからなかったけど、一時的に症状が軽くなる代わりに、失神させてまで、治療を受けさせたのはあんたでしょ。でもお兄ちゃんを助けるためだもん。今動けなきゃ意味がないの。エリカ、ニータービットがアルカディモンを捕捉したんだね。ワームも言ったら、エリカはそのためにビットを作ったんだよ。ダメ、エリカは病院に。千歳もまだ動けないし、私と彼が二人で。あんたじゃ戦えないし、ビットを扱う。できるもん、私だって。ワームも。エリカのバカ。エリカに何かあったら私泣いちゃうからね。私エリカの記憶を見て知ってるんだから。だから私も。ワームも、それなら私がお兄ワームも、私がお兄ちゃんにしてあげられること知ってるよ。お医者さんから聞いたからね。ワーム、いいよ、それなら別一緒に来てくれ。頑固者はあんたでしょ。違うよ、エリカの。行こう、今度こそお兄ちゃんは。
さあ、行こう。行け。みんなのおかげだよ。ハッキング始めるよ。おら、この木を逃さないで。
アルカディモンは喰らえ。負けられない。行け！
くらえ。みんなのおかげだよ。お兄ちゃん、リュウジのデジモンだ。そっか、お兄ちゃん。エリカ、おかえり、お兄ちゃん。ほら、お前ら！で、ロウ！おい、怪我してんのか？お前ら、今度こそ言うこと聞いてついてこいよな。じゃなきゃ事情は後でしっかり聞く。あそこからアクセスすれば取り込まれたエリカとも接触。
助を頼むって。ったくあいつら。エリカ、さあ行こう。なんとかなったね。さあ行こう。くらえ。さあ行こう。行け。なんとかなったね。さあ行こう。行け。くらえ。なんとかなったね。開始だ。行け。みんなのおかげだよ。
みんなのおかげだよ。